エリッヒ・バルターは第二次世界大戦時のドイツ空軍の高架両兵部隊の将軍である。エリッヒ・バルターは1924年4月1日に幹部候補生としてベルリン警察に入所した。1933年にベッケ警察部隊に少尉として移籍し1935年10月1日にゲネラルゲーリング連隊の第三招隊の指揮官になった。 同年5月には、高架量兵資格取得コースを終了し、その後退位に昇進した。オランダ進行でバルターと彼の第一、高架量兵連隊、大愛大隊は、オランダのドルトレヒト近郊に降下した。1940年5月27日に、バルターは、第三山岳不評師団の援軍で、ノルウェー進行に参加した。 エデュアルト・ディートル将軍はノルウェーでのバルターの勝利への決定的な貢献に対し個人的に謝意を表した。1940年6月19日にバルターは少佐に昇進した。クレタ島への空艇攻撃のメルクール作戦でバルターはイラクリオンにおいてカール・ロタール・シュルツ率いる第一高下両兵連隊第3大隊と共に戦い5月29日に 部下の高架両兵を引き連れ外に進軍した。バルターは東部戦線ではレニングラード近郊で戦い、そこでの功績により金ドイツ十字章を授与された。1942年4月20日にバルターは大佐に昇進し、9月には第4高架両兵連隊の指揮官に任命された。バルターと部下の高架両兵たちは、 シチリアで締めと橋の北で防衛戦を行い、モンテカッシーノでは、彼の連隊は丘の上を守った。バルターは、西部戦線で、バルター戦闘軍の指揮官として戦った。連合国軍のマーケットガーデン作戦中には、内面編とアーネムで敵の空挺攻撃に対して、巧妙に防御した。その後バルターは、東プロイ戦で、第二高架装甲士団ヘルマンゲーリングを指揮した。 1945年1月30日に少々に昇進したが、1945年5月8日には、赤軍の捕虜となった。エリッヒ・バルタは1947年12月26日に、ブーヘンバルト強制収容所で死去した。ありがとうございます。